さあ、まだあの試合前なんですけども、試合前に子どもたちを集めまして、なんと、三浦篤弘さんがサッカー教室を開いて、子どもたちに今サッカーを教えているという、これはもう篤さんにサッカーを教えてもらえる喜びと、このいいスタジアムのピッチの上でサッカーできるこの喜び、これ羨ましいですね。自分が子どもの時考えますと。いいですね。さあ、お腹が減ってきましたんで、何か食べたいなということで、このなんかウォッチャー北九州、魚が美味しい北九州情報発信ステーション、なんかちょっと面白そうですね。行きましょうか。ここはどういうお店なんですか？ここはどういうお店ですか？ちょっと教えていただいていいですか？北九州の、うん、この近海で採れた品物を使った北九州市が PR する、うん、ブースなんですよ。じゃあ ここは来るたびに出てるものは違うってことですか？その季節のもんでコロコロ変わっていきますよ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。どれが美味しいの？タコ飯が美味しい。タコ飯？でもこれなんか、これ何？これ何？これは足一本あぶりのタコ串タワー。とりあえずこれ一本くださいよ、はい。この辺りはタコはよく取れるんですか？そうですね。ここは北九州 の、はい、ブランドになってます。関門海峡タコはですね。これは要は一本のタコ、一本を伸ばして。そうです。これはなかなか売ってないですよ。ちょっといただきます。うまいうまいうまい、おいしいです。でしょ、程よい弾力と歯切れ感もすごいいいですよね。おいしい、うん、これちょっとおつまみとかに本当にいいですね。でもビールのつまみに最高です。ちょっとこれごまもかかってますから最高です。タコカツバーガーちょっといただいていいですか？かなりタコを押してますね。タコの生産者なんですよ。今日またそこの目の前のところで漁してきたんです。こんなすぐ近海で取れるんですか？そうです。もうここから出た見えた場所が漁場なんで、スタジアムから。なんといい場所にスタジアムあるんですか。これすごい。タコカツバーガー、はい、よっしゃ、じゃあいただきます。うまい、うまい。なんかこんな感じです。タコがいっぱい入ってます。タコがいっぱい、やっぱ食感がいいですね。タコが入ってるでしょ。タコの食感がすごい、うん、いまだに口の溶石が分かってないんで入れすぎてしまいました。数えてください。タコカツバーガー数えんの？むつかしいよこれ。ちょっと待ってや。なんかさっぱりとした感じなんですけど、押さえるとこはビシッと押さえて、すごくこのまとまりあるなという感じがするわけですね。これギラバンズ北九州の選手で言いますと加藤光健選手みたいなね、そんな感じがしますね。うん、これ加藤光健だよ。いやマジでこの、うん、コリコリ感がいい。すごい美味しい。これはなんかよそにないですね、この味は。応援グッズの無料貸し出しを行っております。おはようございます。何ですか、これ何ですか？グッズの無料貸し出し行ってます。あ、ちょっとこれ、はい、これタオルマフラー無料貸し出し中。あれ大体普通買うもんですよね。はい、それを無料で、はい、僕らがもう使わなくなって、はい、
まあ、余ってるのをこういう風に提供して、で、はい、来た人に無料でお貸ししてる。結構、実際お借りになる方っていらっしゃいますか？います。ちょっと一つ見せてもらって、はい、いいですね、この洗濯した感が。もういいです、いいです。この炭の方のこのちょっと洗濯した感がいいですね。一応毎回全部洗濯して、はい、使ってるので、はい、もちろん新品もいいですけど、あ、そうか、いいですね。やっぱり初めての人とかに使ってもらって、はい、よかったらそのまま買ってもらうっていう。あ、もうユニフォームも貸してくれるの？そうですね、もう昔のデザイン、はい、昔のもうちょっと配られた配布の T シャツとか、こういった、これ見てください、この何回洗いましたんかんが、これものすごいいいじゃないですか。いや、いいんですよ、それがいいんですよ。もちろん買っていただくのが一番ありがたいですけど、こういうのありますんで。タオルいかがですか？あ、応援グッズの無料貸し出しとなっております。無料貸し出ししてます。タオルマフラー、洗いまくったユニフォームありますけど、いかがですか？言わないでください。新品に近い、タオルマフラーいかがです